中央やや東の菱形の海域がフィリピン海フィリピン海は日本、台湾、フィリピン、ミクロネシアに囲まれた海で太平洋の付属海である。1952年に開催された国際水路局の国際水路会議において定められたものであるが日本では十分に浸透していない。アイハビーが1953年に発行した太陽と海の境界ではフィリピン海は 以下のように定義されている。フィリピンシーイスザットエリアオブザノースパシフィックオーシャンオブザイースタンコスッオブザフィリピンアイランズイットイズバウンディドオンザウエストバイザイースタンリミッツオブザイーストインディアンアカペデゴサウスチャイナシー＆イーストチャイナシーオンザノースバイザサウスイーストコーストオブキュザサザン＆イースタンリミッツオブザランド。 シーアンドザサウスコーストオブホンシュアイランド、オンザイースト、バイザリッチジョイニング、ジャパンツーザボニンボルケーノアンドラドローンアイランズ、オールディーズビーイングインクラダドインザフィリピンシー、オンザサウス、バイ、エーラインジョイニンググアム、ヤップ、プレアンドハルマヘラアイランズ、フィリピン海は、北、太平洋の内フィリピン諸島の東岸沖の区域であり、以下で境界される。 西においては東インド多東海の東端、南シナ海及び東、シナ海によって、北においては、九州の南東岸、瀬戸内海の南端、東端及び本州の南岸によって、東においては、日本とすべてフィリピン海に含まれる、小笠原群島、火山列島及びマリアナ諸島を結ぶ海嶺によって、南においては、グアム島、ヤップ島、パラオ諸島及び、 ハルマヘラ島を結ぶ線によって従って、西日本の南方で南西諸島より東方の海はフィリピン海ということになる。また、この定義によれば、フィリピン海は北、太平洋の一部であるが、一方、太陽と海の境界での北、太平洋の定義からはフィリピン海が除かれているので、フィリピン海は競技の北、太平洋には含まれないことになる。 第二次世界大戦のフィリピン海海戦をきっかけにアメリカ海軍で使われるようになった。戦後の1952年にアイハビーがフィリピン海の範囲を定め、現在では世界各国でこの名称が浸透している。一方、日本は戦後一時アイハビーから脱退していたが、1952年にはすでにアイハビーに復帰していたので、日本政府は フィリピン海という名称を公式に認めていることになる。しかし、この名称は日本国内ではほとんど浸透しておらず、海上保安庁の発行する公式海図においても使用されていない。ただし、地震大国でもある日本では、主に災害対策の文脈において、プレート境界地震の発生に関連するプレートの名称としては、フィリピン海プレートが頻繁に使用される。 北から時計回りにフィリピン海は中華人民共和国が海洋権益の拡大を施行する第一列島線と第二列島線に挟まれている。中国の海軍艦艇や調査船、軍用機がたびたび出没し探査結果をもとに海底地形に命名するなどしている。このためフィリピン政府はルソン島を東方沖海底にあり資源埋蔵が期待される。 ベンハム隆起を2017年にフィリピン隆起に解消、外国船による調査を禁止する措置を取った。ありがとうございます。